ブラシはこう振るでしょ、振った時のしなった先で当てないと、しなってないところで当てるとだらしない音になるの。ティクタクティクタクティクタク、高さをでフラットこう押さえつける。押さえつける時ポイントはこのここ、ここブラシのここの部分を、ここをダメに押さえつけるぐらい、ちょっとアクセントになるって感じね。ティックタックティックタックで、スイッシュっていうのは擦るんです。擦るのは何かっていうと、結局シンバルだと残響が表現できるけど、残響がないんで残響を擦って作る。で、基本は バラードの場合はこれ2種類あります。これ右、要は平泳ぎタイプとこう平泳ぎの、これ何泳ぎ泳ぎで説明するとできないけど、あの平泳ぎタイプとこう反対、平泳ぎの反対タイプで、どちらもそうだけど、こう自動的にこう坂目になるところがあって、ここだとここが坂目になるでしょ。でこっちだとこっち側が坂目になるんで、っていうふうに、で人によってはこう八の字、これこうね、でいろいろです。それで、あとよく僕が気にしてるのは、擦る量が増えると音量がでかくなるんですよ。で、音の圧力も増えるんで、で押さえつけるのが普通はこうなんだけど、こうこれでも表現力が変わるん で、だから左手は僕はブラシで、エドシグペンはこうやって持つのね、こうやって手を上にかけるの、ここを上にかけるの。なんでかというと、この圧力が変えれるから。こっちだと変えれない。だから左手の表現力を増やすためにはこれで、でこれでフラットを叩くためにはちゃんと親指を上に返して体重乗せないといけなくて、ちょっとタイムラグがあって、慣れるまでちょっと遅れがち。でもこれと、かなり、なんか表現力が増えます。で、ブラシはこれで、基本、この、要は、これを、間を、もう刻まずに、シンバルレガーでというと、これを表現したいと。バストラとハイハットだけで曲はできるので、みんな手だけで何とかしようとすると、少なくともハイハットだけ踏んでりゃ、で、バストラがあると、ベースの支えになるから、ふわっとさせてるときは、あんまり左手リズム刻まずに、リズミカルにしようと思うと、左手でリズム出すこともある。シンバルを鳴らすときに結構こう叩きに行くんだけど、叩くというよりかはシンバルを揺らす感じなの。だから、しっかり。叩くだけだと音出ない。結構押さえて揺らさないといけない。でないと、これだと今みたいな感じが出ないじゃん。ゴワシャって来てほしいわけじゃん。あの特にバラードだから、ゴワっていうこう音がこうなんか山になる感じが欲しい。同じシンバルを叩くと、どうしてもシンバルを叩いて揺れてるところを止めるから、止めて押さえるから、それよりはこうシンバルを変える、ハイハットのオープンを使って、同じ音を選んだ方がいい時もある。ペダルみたいな効果で同じ音を選んだ音がいい時もあるけど、
それはそのさらに上なの話なんで、まずはシンバル、同じシンバルを叩かない。2個以上あったら必ずどっか違うとこ、多分ここ叩いたら同じシンバルでも場所が変わると、早いテンポのブラシの場合はハイハットの部分を省略して、ここをこうやってこすって、やってる人が結構いるかな。この押さえつけるのがやる人いるけどね。これ押さえつけて角度つけるとちょうどいい具合の角度があるんです。これちょっと練習すると、ちょっとおって思われるけど、あんまりやってるとしんどい。でもめっちゃ力少なくてよくて、これでできるんで、右手でフレーズを叩くと、じゃあ違う、右で叩きたい人からぶっこするんです。こう単発で叩くと音が途切れるから、途切れないように左手を、だからマッチのでも全然平気で、マッチの方が多分体重もかけやすいし、多分マッチの方がやりやすいんじゃないかな。一番上がったところでガシャンっていくんじゃなくて、ちょっと下がったところで落とすとか、ロールとかでもね。例えば直線で上がったピークのところでクラッシュしちゃうと、それもあるんだ。それは下がるところにドンって落としたら、ギターもピアノもキャッチできるから、だからピークのところでクレッシェンドし続けてドンって落としちゃったら、ピークが分かる、まあ小節数で分かるけど、あーって上がってちょっとだけディクレッシェンドしたところでクラッシュをちょうど当ててあげると、みんなそこにバーンって音を当てやすくなるんだよって言われたことがあるんだけど、手だけだったら足はそのままの感じでいて、手だけ回転する分には細かくいっても構わないんだけど、足を変えちゃうとビート自体が変わるんで、ビートを変えたら結構長い時間、もうここから多分サビまでは、サビ、ここからサビまで突入して、サビ終わるまでは売店で行こうぐらいのプランを立てといて、サビの途中ぐらいでどうしてもみんなが3連の方に行きたいんだったら3連についていくよっていう感じの組み立て方をすることが多くて、ただ絶対今のがあれかって言ったらそんなことなくて、フィリーはちょいちょいハイハットで売店にしたりして戻してるけど、最初はあんまりこれをやると意外とこうリズムの軸がずれるんで、ドラム一番最後でいいんですよ。全員が発音し合った後にバーンって入ればいいんで、割と最後はドラムがケツ吹くみたいなとこありますよね。そう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 、なんかズラーバーンみたいな感じでそうそうそうってやればもうこれでなんとかなるみたいな。そう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 。ジャズって結局自由じゃん。みんなが気持ちよくなる自分と喋りたいことと相手の気持ちいいところの接地を探していくって感じなんで、そのための武器を持ってるんだけど、それの使い方を知らないって感じ。その場所を覚えなきゃいけないって感じ。これは音楽やってきてずっとあることなんだけど、音楽的資質と楽器の技術がずっと交互にこう上手くなっていくんですよ。で、何やっていいか分かんない時ってのは勉強不足なのね。今度は勉強ができて演奏してる時にあれやりたかったのにできなかったって、これスキル不足なのね。でずーっとこのシーソーが続くんで、まあやっぱ左手の形をしっかりこの形を作れるっていうのが大事なので、はい、うん、この形をしっかりキープしてスケール練習とかやるのが一番いいと思います。はい、シマンドルとかあるならシマンドルとかやったりとかやるといいと思います。まずは、はい、うん、僕はねヘアゴムをこれ縛ってこう離れないようにして結構ずーっと練習してました。こう鬱血しながら、はい、ね、うん、そうするとだいぶこの形が作れると思うので、そうすると、うん、この形が安定するので、まずはこの形をしっかり作って、はい、それでやれるようになるとだいぶピッチも安定してくると思います。僕は割と度数で考えてます。数字で考えてます。例えばその E フラットメジャーがあってソの音弾いてる、それ別にソの音弾いてるというよりは E フラットメジャーの3度の音弾いてるとか、そういう風に
考えてますね、うんうん、そうですそうです、そのコードの135だから、その層を弾いてて E フラットメジャーで3度だって言って C7 に行った時にはそれが5度になって、で Fm に行ったら9スになって、 B フラット7スに行ったら13スになってっていう考え方をしてますね。アンサンブルとして考えるんだ、ギターがいるっていうので、まあその僕が何をしてあげれるかなって思いながら考えるんですけど、よくピアノの人ありがちなんですけどね、 あのセッションに来られるピアノの人は結構多いんですけど、うん、あのその時の編成によってこう、うん、その左手のコードを、特にコードかなをどれぐらいの厚さで弾くか、例えば左手をちょっと抜いてみるとか、左手のバランスですよね、うんうん、トゥーマッチだとちょっと耳が疲れちゃうので、うん、今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとかためになったなという方はぜひいいねボタンを押してください、作る時のモチベーションになりますのでよろしくお願いします。このチャンネルではドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とかポップスとかもやってます。あとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あとジャズの楽しみ方ですね、リスナーの方とか他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ歴史とか、曲の解説とか演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。